おい、誰だよ。なんかね、お父さん、こいつなんか、この前なんか俺のことボコしてきて、なんか鬱陶しいから、なんかこいつ鬱陶しいからさ、対話したいんやけど、いいお父さん。待って、この前のやつ。そう、この前のやつ。この前さ、俺の息子いじめたんやな、おい。そう、こいつさ、俺さ、ちょっと強くなったからさ、こいつ対話したいねん、いい？この前のボックスさばいたやろ。そう。俺電話つけてけへんくてごめんな、マジで。マジか、こいつか、ほんま。こいつか。こいつね、はい、めっちゃ生意気ないよ。ほんとに。こいつマジで生意気。おい、喋れや、おい。こんにちは。聞こえてますね。聞こえてる。気持ち悪いね、さす準備 OK 押せよ、お前。それはやねんけど、お前この前なんでボックスファイトで俺の息子をいじめたん？いじめたというか、あなたの息子さんが煽ってきたから僕がボコボコにしてあげただけっすよ。なんだよ、マジで。おい、息子強くなれや。それはやけど。弟、俺だってもう強くなったんだよ、ほんとに。そうや。俺最近こいつ強くなってるとこ見たから。そうなんすか。お前舐めんだ、今回強いぞ。じゃあ、わかった。じゃあ俺今回負けたら、俺の女子さらしていいよ。マジですか？わかった。弟さん、それは言い過ぎだよ。いや、いいよ。俺、友達欲しいからさ。いいっす。負けたらさらしますよ。いいよ。おい、このなんか配信者ってやつ、早く入るよ、防御も。早く入る。お前さ、配信者のくせにさ、弱いくせに、何配信者つけてんねん。俺の方が配信者っぽいやろ。何そのスキン。ねえ、お父さん、それは言うてるわ。ほら、ヘッドホンつけてるし、どこ行った？ほら、ヘッドホンつけてるし、ほら、バックブリング、ほら、ロケットランチャー、これな、あれシーズン4の時にゲットしたやん。うわぁ、ツラハスで倒すわ。ツラハスで倒すんやけど。そういうのやめてもらってもいいですか。お前、お父さん、最低やねんぞ、お前、おい。いや、うぃ。もうお父さん、世界一やぞ、猫くん倒すんやぞ、お前。猫くん倒すわ。わざわざ。ちなみにさ、俺の黒歴史、急に言うかもしれないけどさ、はい、黒歴史じゃない、俺がすごい、ちょっと歴史を一個だけ語る。チャプター1のシーズン9に猫くん倒したから、割とガチで、スクショ持ってるよ。おい、タイマーしろよ、ガキ。おい、タイマーしろよ、ガキ。おい、ガキ。俺さ、まず猫くん、俺半キャで倒したから、これ割とガチやけん。なめんな。よし、お父さんのくせにお前生きんなよ、マジで。お父さん、ちょっとこいつ俺ボコボコに拾ってくるわ。あ、いいよ。あ、今あれ。おい、すごい。うわ、強い、俺の息子。やばい、強い。いや、ザコ。いや、お父さん、こいつザコだよ。お前さ、配信者つけてよ、それ負けてるとか、つらっ。お前、何やってんねん。だって、ザコやな、こいつ。お父さん、こいつ、シーズン9だ。はおい。いや、それはちょっと今。やばい。きちがい。ちょ、お父さんも。ちょ、お父さんも。いや、今のは、俺の息子が言うわけやったし、俺見れたの。早く行けた。すぐ一回やってみろ。マジで今回がとかすごいわ、マジで。いや、マジでね。もうマグロじゃないから、今のは。マグロ。おい、120? は？ああ、負けちゃってる。やば、煽る人って大体負けるんですよね。え？は？もうお父さん、言ってもこいつ。おい。ちょっと勝つ。俺、勝つに行こう。それ、ジースになったから、最近。お父さん、ちゃんとチート入れた？チート入れたよ。かけるわ。お父さん、舐めんなよ、お前。いや、舐めてない。うわ。チート楽しい。いやー、やっぱ、俺ソフトウェア楽しいわ。あ、ごめん、なんでもない。よし。やめてもらって。よしよ。いや。負けてる君が悪いから。負けてる君が悪いから、それ認めよう。やっぱり、こいつザコや。親も親だと子も子なんすね。いや、お前調子なんだ。いや、似てますね。俺の息子は天才やから、小学生で、いっちゃんと天才。そうなんすか。なんなら、カレー大会1位取ってるから。なんのすか。
え、カレーの、あの、大食い大会1位取ってるから。ああ。なめんなよ、お前。ピスコイマイザーマジミスターサベッチ仕掛けたん。よーし、はい、大丈夫お父さん。いやー、俺のお父さん ワンチャンミスターサベッチかもしんない。うまい、めっちゃ弱いぞ。何言ってんの、あいつ弱すぎやろ。いやいやいや、弱い弱い弱い。俺からさ、めっちゃ弱い。うわ弱っ。え、こいつさ、ワンパイやったんやけど弱っ。僕がいつも配信に使ってる声、一回行きます。ああねえ、お父さん恥ずかしいよ。めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。え、お前めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。スポンサーついて、あの、あれあげる。あの、なんだっけ、住所特定してあげる。じゃあ、住所特定のやつもしてあげるし。はねえ、お父さん、こっちチート使ってる。大丈夫ですか。はこいつ、オールハック、オールハック、オールハック。はぁ、はい。あれ、これで1000万ですか。やば、おいおいおい、何負けてんだよお前。来てくださいよお父さん。おい、来てください。いや、お前さ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 、俺の彼女ナエナやからさ、マジでお前、はい、今回買ったらナエナあげるわ。あ、マジですか。じゃあもらいますわ。あの、俺さ、じゃあ今負けたら俺、あの、なんなやで、アスカキララあげるわ。あ、そうか、俺が負けたら、じゃあ俺次また負けたら、テンミリさんあげるわ。おー、マジで。テンミリさん、いらへんよ。あれ、うわ、くれるんすか、これ。マジかよ。いや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 、いや、ちなみにさ、言ったけどさ、はい、お前なめんな、俺の彼女。俺、アスカキララより、あの、なんだっけ、ナイナの方が好きやから。あ、それはとてもいいとしてね。まあ、分かった、はい、お前本当に配信者やったらさ、なんか配信者っぽいスキン見せろよ。あ、スキン見せろよ、お前。知らんよな。え、は配信者のスキン着替えました。お、待て、お前、お、待て、お父さん、こいつスキンアンク。違う服で着替えてこい、お前、おい。よ、弱くない、それ。え、待て。いや、待て、お父さん、これ、いや、待て。おー、何、知ってくれてるんですか。は、待って。え、待って、そんな服着いた。ダゲジーのスキンやん。え、それスキン、ダゲジーのスキンやん。もしかしてダゲジーっすか。はい、ダゲジー。え、ダゲジー。え、お父さん、謝ろ。いつもリスペクトしてます。え、ダゲジーっすか、本物ですか。謝ってもこれ全部動画にしますんで。え、え、は、え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 、ちょっと、ちょっと、どういうことっすか、どういうことっすか。ダゲジーさん、僕、ファンなんすよ。いや、あの、マジ、そういうのは良くないと思います。あの、ちょっと来てください。あなたがやってることなんかおかしいと思うんですけどね。よし、もうそれで直せる。あー、どうぞ。お疲れ、お疲れ。ダゲジーや、ダゲジー。ダゲジーやってた。お父さん、これ動画にしようぜ、これ。動画や。ダゲジー、ダゲジーや。ダゲジー。ダゲジー倒した。ダゲジー、あ、マジで。やりましょう。え、じゃあ分かった。俺めっちゃ強い武器使っていい。ハンデとして。ちょ、俺も使うわ。マジ。俺も使っちゃうで。あ、いいですよ。はい、来てください。え、俺のいっちゃん強い武器使うわ、じゃあ。カツを、カツ式に行こう。これくれるんすもんね、アスカキララ。やべ、あぶねー。勝ったらね、もう俺ら、もう俺ら最低やん。うわ、いたばっかりやけどさ、めっちゃ本気出してないけどさ。す、え、マリコさん、うまい。マジか、あれ、うわ。え、俺ら今回スタベッチ知らないで。俺らって言っても、この前、おい、何スタベッチしてんねん。おい、何スタベッチしてんねん、お前は。おい、恥ずかしいけどさ、いや、なんでそんなことするん。どういうことっすか。え、なんでそんなことするん。え、そんなんやで楽しいん。逆にそれ、こんな子供と大人のこといじめって何が楽しいん。え、じゃあ俺正論言うな。はい、大人のこといじめるの良くないと思う。どういうことですか。何が正論。子供のこといじめるのも良くないと思う。いや、それは一理あるかもしれないですけど、大人をいじめるって、僕いじめてないですけど、逆にいじめられてると思うんですけど、僕が。え、おい、何してんだ、おい。お前、お前なんか信用できないよ、お前。おい、何、お父さんに向かって何それ。お前、雑魚なんやねんて、お前。携帯ゲーム禁止の、おい、もう今日からゲーム禁止。とりあえず、何もせんでやと思う。わかりました。ちょっとお話しますわ。ありがとうございました。
お前逃げんのマジでお前。おい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 、だけじ、お前さ、お前さ、電話出ろや、後で。おい、謝るから。分かった、マジでやめろ。こいつマジ。はい、こんな感じで。はい、何がおもろいんすか。何がおもろいね。本当に大人になってあんだけ煽るっていうのは恥ずかしいから、マジで年齢いくつであれ煽るっていうのは恥ずかしいっていうことをね、今見てる方ね、理解してください。こんな感じで今回の動画を終わりにしたいと思います。少しでも面白いと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。